今日は井口がエラーした後二塁打ってます、はい、渡辺もエラーをしました、はい、これはという気持ちでしょうね、うん、ね、2三振してますからね、はいはい、なんとかこの打席はと思ってますよね。ワンボールツーストライクから4球目になります。ライトフライですが、ライン際全速力で追う、取れません。さあスタートを切っていた南、三塁ベースを回って2点目のホームイン。打ったバッターの渡辺は三塁へ、記録は三塁打、タイムリー三塁打になりました。貴重な1点追加です。貴重な1点追加、ライトが全速力で追いました。フェアゾーンいっぱいにポーンと弾んだ打球が、あとは変速回転でフェンス際に。しかしランナーの南が素晴らしい走塁でしたと同時に、得てしてこんなことって起こるんです ね、 そうですね。だからね、よく見てますよね、空からね。まあ、よく僕は大好きな言葉で野球の神様ってよく言うんですけど、はいはい、そうですね、見てるんですよね。本当ですね、うん、したがってやっぱりミスをしたプレイヤーっていうのは、はい、もう本当にすまんという気持ちでね、うん、ならばという気持ちになりますよね、はい。その強い気持ちが井口のさっきのホームラン性の二塁打、今の渡辺のタイムリー三塁打を生んでいます。2対0とロッテが2点のリード。これもやっぱりフォアシー立ち上がり、フォアボールからの失点、はい、この回も2アウトからデッドボールからの失点ということでね、うん、そうですよね。素晴らしいピッチングではあるんですがね、はい、決して悪くはないですけどね、はい。